はい、はい、イエス、サーブ、おはようございます。いや、寒いよ、もう冬だよ、寒い。いや、冬になるとどうしてもテンション上がることがありまして、あ、もうね、この端っこにちょっと袋見えてんだけど、マック買ってきたんですよ。マック、マックの冬といえばグラコロ、グラコロね、買ってきたんですよ。すげえ量。はい、はい、よいしょ。今日はグラコロ、グラコロをね、20個買ってきた。普通のグラコロと、なんかね、また新しく出てたビーフデミチーズグラコロ、これね、合わせて20個と、いいよ、いいよ、こんな感じ。これがシナモンメルツと、あとこれ三角チョコパイのあまおう味。一応ね、これね、今の時期の一応新メニューっていうか、おすすめメニューみたいな感じで書いてあった4品をめっちゃ買ってきた。これで今回はね、一人で冬のマックを堪能したいと思います。早速ね、いただいちゃいましょうか。うまそう、冷めちゃうからね。いただきます。そしたらまずはね、これデフォのグラコロバーガー、普通のグラコロだね。これだ、こんな感じ。うまそう、いただきます。うめえ。マックの冬はこれ食べないと、これ食べないとね、ダメ。昔から好きでさ。バンズがね、そう、いつものマックと違ってね、ふわふわのもちもち。次ちょっと新作っていうか、僕初めてですね、これビーフデミチーズグラコロ。うまそうだけど、これ今まで出てたのかな、僕は初めてです、食うの。こんな感じ。デミがさ、デミがジュルンって入ってる。グラコロの方って結構シンプルな味付けなんだよね。そんなソースも濃くないし、でこっちはやっぱりデミとか、まあ、チーズも入ってて、味がね、グッてしっかりしてて、これすげえうまい、うまいな、これ。やっぱマックといえばコーラでしょ。おう、バーガー20個ってもしかしたら地味にきついのかな。今食べてて気づいたんだけど、これグラコロってさ、あのホワイトソースだけなんじゃなくて、マカロニとかエビとか入ってんだね。初めて知った。で、じゃあ味変にこれ三角チョコパイの、甘王味か、いちご。こんな感じで、ちょっとね、パイがね、ピンクがかってる。うまそう。何これ、何個でも食べれる。甘いだけじゃなくてさ、ちゃんといちごっぽい酸味もあってね、全然食べやすい。飽きないな。グラコロ、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 グラコロ。ちょっとシナモンメルス食べるわ。これって前からあったよね、復活メニューって感じなの、シナモンメルス。うまっ。シナモンの程よい香りが、すげえおいしい。そこうまっ。うまい、めっちゃうまいよこれ。
結構ね、あの水分は少なめだから、フレンチトーストみたいなような、あのジュクジュクではない。うん。うん。グラフロを食べ進めないと。まだ半分いってないんだ。これで今グラコロはちょうど半分、10個。満足度で言うと今ね8割。うん。ちなみにね、このグラコロ、カロリーで言うと、グラコロの方が1個410キロカロリー、ビーフデミの方が1個484キロカロリー。だからね、あの、このバーガーだけ、バーガーだけで言うと、20個合わせて8940キロカロリー。めっちゃあんな、これ。すげえな。三角チョコパイのアマオが1個330キロカロリー。シナモンメルツが1個463キロカロリー。なんで、今日合計で買ったものを合わせると、13,235キロカロリーみたいです。成人男性の何日分のお食事よ。うん。うん、うん、うん。うん。うん、うん、うん。こんだけパンを食べると、喉の渇きがすごい。うん。コーラがないんだ、コーラが。コーラ。これ食べないとやばい気がする。冷めるとさ、砂糖がガチガチになっちゃうから、これ優先。あ、刺さない。あ、やっぱ刺さない。砂糖がね、固まるとね、ちょっとプラスチックじゃ心細い。うんうん、グラコロ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 。うん。もうお腹いっぱい。もういい。もう、もう、マックすごいよ。やっぱハンバーガーって量食えないよね。いや、だいぶ食ってるか。うん。うん、うん、ね、もうちょっとだから。もうね、マック欲満たされすぎちゃって、もうね、これ以上食べると美味しくなくなっちゃうから、これはね、自宅用に保存します。これも、いや、もうお腹いっぱいだよ。ごちそうさまでした。はい、ということでグラコロね、美味しかった。美味しかったよ。すげえ美味しかった。でも、来年買わなくなるかもしれないぐらい食べた。そう、グラコロも揚げ物だから、こんだけ量食うとね、すごいお腹いっぱい。このマックのグラコロって冬しか出ない限定メニューなんで、ぜひね、この機会に皆さんもお食べください。
本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあねー。